中川翔子です。私、ついに人生初体験をいたしました。何でしょう、びっくり腰です。大人やね、もう大人じゃないよ。本当にマジでしんどい、本当にしんどい。それ企画にする？びっくり腰の人いる？やったことある人、いないの？おチームで初じゃん。恥ずかしい。やだよ。なんで？いや、びっくり腰ってさ、重いもの持ち上げた瞬間とかのイメージがあるじゃん、イメージがあるじゃん、違うんですよ。絵を描いてたらなりました。ジャッキーにお会いしたじゃないですか。舞台挨拶出るって決まったの4日前ぐらいだったんだよね、あの日ので。急遽でジャッキーさん、今まで私のライブにお花をくださったり、香港旅行行った時にもプレゼントくださったり、すごいちゃんとすごく思いをつなげていてくださって、で以前ね、ジャッキーに会った時にプレゼント持ってったんですよ。伊勢丹でマフラー買って持ってったら、ありがとう、でももう二度とこういうことしないでね、次は現金でちょうだい、全部寄付するからっておっしゃったの。すごくない？僕は自分のためよりも人のためにしたいのだから、寄付になることがいいみたいなこと言ってくださって、ってだからプレゼント迷って、でもだったら絵かなって思いを込めた大好きな表情のジャッキーを描くのが私にできることかなと思って描いたんですよ、絵を。すごい楽しかったの。楽しかったんだけど、お仕事終わって、その後帰ってきてから明け方までそのままずっと描いて、止まんなくなっちゃったんですよ、ジャッキーのこと描いて、筆がね。そしたら、痛いってなって、痛い、あーやばい、同じ変な姿勢で、斜めのまま、こういう感じで地べたで描いてたのね。椅子とテーブルみたいなのがなくて、これも残卓じゃん。こうやって描いたら、ってなって、で、腰だけじゃなくて、ビキーンって背中の方まで、って声出るぐらい痛くて、伸ばしたりとかしたんだけど、それがますます悪化してて広がってっちゃったの。もうだから、一日で描き上げるのが無理になっちゃって、で、寝て、で、翌日が、この YouTube の1万歩歩こう企画だったの。山道歩いたじゃん。滝の方まで歩いて。で、トータルで1万6000歩ぐらい歩いたのね、あの日。で、痛えなと。車中でもさ、なんか怖い話で盛り上がりながら、腰が痛かったんですよ、ずっと。で、角度を整えないと、めちゃくちゃ痛くて、斜めになんとかしてたじゃん。相当痛かったんですよ、あの時。でも、まあ腰が痛いなんてさ、みんな言うから、そんなことじゃないじゃん。で、その夜マッサージも行ったんですよ。もっと痛くなっちゃって、ってなって。で、整体ってさ、翌日とかいきなり取れないの、なんか、その日いきなりとか予約待ってて全然取れなくて、やっと、なんか、X にポストしたんですよ。腰が死ぬほど痛いです、助けてくださいって言ったら、いろんな人が心配して、行きつけのお店を教えてくれたんですよ。で、舞台やってたじゃん。そこの整体の先生がいて、行ったら、ああ、ぎっくり腰ですねって。なんかね、熱が持ってんだって、ぎっくり腰の特徴として。炎症なんだって。で、骨とかそういうことになっちゃうとまた違うことになるし、もっとひどいと、椎間板ヘルニア、おじいちゃんがやったんだけど、飛び出ちゃうやつ。あれになると切除する手術しかないらしいんですよ。で、ぎっくりはもう、針とか、電気とか、いろんな方法があるんですって。っていうことをやっと聞いて、まさか自分がなると思わないじゃん。ぎっくりって。でね、X で書いたのぎっくり腰でしたって。そしたら、これめっちゃ面白かったから、いいねで保存しといたんですけど、みんな気をつけた方がいい。ぎっくりのなり方めちゃめちゃあるんですよ。どうやってぎっくり腰になったかっていうのをみんなが書いてくれてたんだけど、ぎっくり腰は、ふっと振り向いた時とかにもなるし、いつ何時になるか誰にもわからない。家事をしてて後ろのテーブルに物を置いた時になった。っていう人とか、ヒートテック脱いだ時、トイレの蓋を閉めた時になった。タオルもらおうと右手を出したらぎっくり腰になったとか、いろんな人がいるんですよ。トイレで踏ん張ってる時になったっていう人とか、くしゃみでなった。タクシーか降りてぎっくり腰になって台車で運ばれたとか、降り階段をリズムよくタタンタタンと降りてる時に椎間板ヘルニアになりましたって言ってる人もいるし、パンティーを履いてる瞬間になりましたとか、地獄じゃないそれ。私はまだ軽症だったから歩いたりできてたじゃないですか。相当痛かったけど。他にも、休みの日にベッドの上にあったスマホ取るために動いた瞬間になったとか、風呂掃除でなった、子供のおむつ交換時、スーツを着替えてる時、魔女の一撃って言うんだよね。名前かっこいいよね、びっくり腰。確かにかっこいい。二十歳でなる人もいるから、年のせいかなってちょっと思ったけど、ちょっと関係あるかもしれないけど、あんまないかもしれないね。若い人もなってる。だから、必ずしも重たいものを取った時だけじゃないんですって。同じ姿勢、変な姿勢で固まってると、筋肉が弱いのとかがなったりするみたい。カルタで筆を取った時もなったって。ぎっくり腰は、なる前となった後で人生が変わりますって言われた。なった後は、その再発に怯えながらメンテナンスして備えて生きるしかないですって言われて、で、早速、安静にしてるつもりだったんだけど、電波組のライブに行ったの。最高だったの。電車で行って、電車で帰ってきて。で、そのまま我慢できなくて、絵描いたの。また再発しちゃって。絵描くからなった
のにさ、また絵描いちゃって、またなったの。再発ですごい痛くて、ボクシングの元世界チャンピオン、内山さんに紹介していただいた、ゴッドハンドの先生、もう世界中呼ばれて飛び回ってる先生がいて、その方にやってもらったんですよ。そしたら、全部ダメですって言われて。もう肩の凝りもダメだし、腰も凝ってるし、足もパンパンだし、マッサージ行ってメンテナンスしてるつもりなんですけどって言ったけど、もう全部ダメですって言われて、うん、その人が横からとか、他の部分を押してからボンってやったら、めっちゃ痛かったけど、歩けるようになったんですよ、また。けど、なんかまた、姉ちゃん、車の運転しなきゃいけなかったの。車乗った瞬間またビキーってなって、っていう、再発3日ぐらい繰り返してるんですよ。今一番いいなと思ったのは、ヒャダインさんから連絡が来て、ガードナーベルトっていうのを教わったの。ギューって締めるベルトがあるんですよ。すごい良かった。コルセットみたいになってるのね。自分でギュッて締めて、今もしてるんですけど、なんかこうまっすぐになるんですよ、姿勢が。いつも基本猫背だったんですけど、こうなるの、座ってても。だから、歩き回っててもビキってなる瞬間がなかったというか。だから、あ、これすごいなと思って。あともう一個良かったのは、ガードナーベルトしたまま、バイキングに行ったら全然食べれなかった。それが一番すごいと思った。本当にこの私、バイキングって4回ぐらいおかわりするんですけど、その、おかわりができなかったの。痩せるかも。いやもう、じいちゃんは椎間板ヘルニア相当かわいそうだったんですよね。辛そうで痛そうで。車のシートの角度ってなりやすいんですって。こういう麻雀の時とか気をつけなきゃいけないんだけど、多分地べた座りが気をつけないとほぐしてやらないと2時間がデッドラインかも。2時間以上集中しちゃうとビキってなる、また。じゃあもう麻雀絶対ダメじゃないですか。やるよそれはやるんだけど、なんかね、痛さがうってなるの。車に乗ってなっちゃった再発3回目の日にラジオだった。2時間の生放送喋ってたんですよ。なんかね、アニメの感想言ってたの。そしたら、感想言ってるだけで、カタカナのキャラの名前言っただけでビーンってなって。わかんないの、出どころが。高木さんとかなってそうなのになってないんだ。僕ね、今、あの、腰痛いはあるんですけど、中川さんほどひどくはないです。いや、もうひどい日は、ほんと痛かった。今が2とかだとすると、ひどい日は 9.5 とか。え？って感じ。いてって言っちゃう感じ。困りましたね。ぎっくり腰で仕事休ませてくれたら見てくださいね。やってんじゃん、仕事を。ちゃんと。でも、昔さ、お尻骨折した時もさ、ジョジョ立ちして骨折したんですよ。今回も、ジャッキーに描く絵を描いてってなったんですよ。なんか名誉の負傷というか。ただ怪我するのって嫌だけどさ、なんか、その目標のために頑張った結果になっちゃったっていうのが好きなものだから、まあ、いいかな、みたいな。いや、良くないんだけど。でも中尾さん、自分で言ってますけど、ジョジョ立ちは別にしなくていいことをわざわざやっちゃってって言ってます。しなくてよかったです。ジョジョ立ち、ナランちゃんのポーズじゃなくてよかったんですよ。あれだったからやっちゃったわけでね。みんなないの、そのなんか爆弾持ってるみたいな。いや、多分ここみんな健康体質。え、膝に水抱えてるとかないの？ないんだ。スポーツ選手。あ、でも抜いたことある。僕もある。あるの？パンパンに腫れたの。なんで？キャッチャーしてて。俺ダンスしてた。俺膝の血管切れて血だな。手術しかない？注射で。注射で刺して。いやー痛そうだな。腰はだって毎日痛い作業してるとか。それはでもぎっくりまでは行ってないの？行ってない。なんで？だからタイミングなんじゃないですか。ビキンまでは行ってないんだ。ビキンまで来てない。だから1時間に1回立ち上がって、なんかこう運動して、また作業。それを我慢しちゃったんですよね、うん、ですね。見た目はめちゃくちゃ若いですけど、やっぱ中身はしっかり年食ってってるってことですか？うるさい。気をつけてください、本当に。うるさい。中身本当に中川おじさんだったけど、おじさんが住んでるって言ってたけど、シャレになるおじさんになんかもうほぼ占領されてきてしまったというかでも本当にぎっくりはね、あの程度がひどいとシャレにならないですからね。腰という字には要が入ってるから、暮らしの中心、痛いってなってから本当に全部に腰が使ってるんだなって気づきました。お料理の時とかさ、うっかりキュウリ切ってて落とすじゃん。あって拾う瞬間に全集中しないと危ないっていう本能が働きかけるみたいな、うん、稲妻走る感じもう味わいたくないよね。本当に困っちゃった。ハムストリングのストレッチとスクワットしたら良くなるよとか、ふくらはぎ。うん。あ、でも先生言ってましたね。パンパンになってるからって言って。ウォーキングがいけないんですかねって言ったら、いや、それは別にいいでしょうと。競歩みたいに早歩きしてると、運動してなかったから無理してることになるけど、お散歩のプラプラ歩く感じだったらいいけど、腰痛の間は今は我慢しましょうって言われたんで、1万歩企画やったばっかだけど、ウォーキング禁止になりました。しばらく。ガーン！なんだよ！楽しみが。ハマったのに！ハマったのに。あれがあるからご飯美味しく食べてたのにな。悪化しないようにちょっと。いや、難しいんだよね。なんか、熱持ってる間は温めない方が良くて、冷やした方が良くて、湿布とか。それ以降は安静しすぎると逆に固まっちゃうから、まあまあ普通に暮らした方がいいと。ゆくちゃんが、おこですね。まあ、程よく安静にして、で、コルセットがあるんで、別にまだ、そんな今ビキビキはしてないんで、まあ、普通に。YouTube 撮影も頑張りますけど。ね、夏だからね、いろいろこう夏らしい企画とか思ってたんですけど。
やりたいよ。でもまあ夏らしい企画やると数字伸びないんで。そうなんですよ。また楽しいけど。また言うそれ。なんか後片付けとかさ、行くの大変なやつほど伸びないからね。うん、でもやりたい、そういうの楽しいじゃん。わかんないけどバーベキューやりたいですね、またね。ね。それはやりたいですね。うん、はい、ということでぎっくり腰ついになってしまった私ですけど、ぜひ皆さんなりのね、ぎっくり腰になったことある方、アドバイスとか、こういう風にしたらぎっくり腰になっちゃったよっていうぎっくり腰のきっかけエピソードをコメント欄に書いてください。ギザポイントを差し上げますので。みんな大変だね、みんな苦労して生きてるんだねっていうことが身に染みて分かりました。本当にご心配ありがとうございました。で、私なりに気をつけながら生きていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、そしてぎっくり腰コメントよろしくお願いします。またねー。ヒーコラヒーコラバヒンバヒン。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。